佐藤、そして伊庭に渡す。伊庭溜めてから浮かして佐藤へ、佐藤からおー中へ、惜しいシーンでした。枠の右、今はあの身長であれができるんですね。うまいですね、見事に体を使いながら浮かして、技術もありましたね。はい、こちらにもチャンスありそうですね、まだ。はい、